とうとうやってまいりました。はい、ロスカレー、こちらはハグでございます。そしてなんとグレイビルドたちが揃っている。 Now そう、A Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. 少し遅刻したけど、そんなことはもういいんですよね。召喚に応えたハグです。We will see if you truly have the gift. Show us, Dragonborn. Let us taste of your voice. 了解。これでいいだろう。ああ、そうか。あの、揺るぎなき力じゃないとダメか。何せあれはこのゲームで初めて覚える流行の言葉ですからね。それはシャウト以外の僕の強烈な力に重視してたな。まあこれはなんか恥ずかしい。はいはい、ちょっと待って、この獲物をどうっと。よし、分かってもらえたら。クエストに、I am Master Angir. I speak for the Greybeards. Now tell me, Dragonborn. Why have you come here? これをしないとメインクエストが進めないから。何この選択。召喚に応じたマスター。ねえかよ、俺は。ドラゴンボーンでやることの意味を聞かせてほしいと。We are here to guide you in that pursuit. Just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. というと、俺だけがドラゴンボーンだというわけじゃないな。You are not the first. There have been many of the dragon blood.Since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. じゃあ、勉強を始めるとしようではないか。なんか、教えてくれるのか。You are dragonborn. You have the inborn gift.But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out? まだ俺の遅刻を根に持ってるのか。 It remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice. よく知ってるな、このじいさん。俺はもはや全てのショットを揃えてみようかなと考えるくらいコレクションが増えてきました。ああ、そうするには僕のギルに入る必要があるらしいけどな。はいはいはい、完成したシャウトがもう2つぐらい覚えてるよ。おお、やっとローか。お前がアイナークシーか。何が起こったのか。おい、アイナルシー、何をした。よくわからないけど、ウロを身につけたらしい。ありがとう、サンタさん。いやー、あまり重要な話じゃないといいね。チームの大きい。ガーマン。え？As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life. ああ、そうだな。50回ぐらいもそうやってきたか。Master Einarth will allow you to tap into his understanding of rope. はあ。この変な儀式をするまで必要があるのか。
そうそうそう。これで、フースローってちゃんと叫べる。フースローいいなぁ。ちょっと待って、これを、拾わないのか。よっしゃー、おおほほ。フースロー、そうか、そうか、それで、また練習させるつもりじゃないのか。あ、うん。Again. よっしゃー、フースロー。ごめん。ほらほら、次は道具だ。なんというか。Once more. よし。よっしゃー。ああ、今度で最後だ。Impressive. Your thumb is precise. You show great promise, Dragonborn. 今度は追いついてるな。We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. まったく、シャウトを学ぶチャンスじゃなかったら、俺は今すぐこのことことしい原則半歩を無視することになるだろうな。だが、それはあくまで個人的な話だ。うん。トールキンのお得なら大歓迎かもしれないけど、やはりこのペースはちょっと、遅すぎるかな。ん？ん？どうした、ジェイザーゴ？何か嫌な予感でもしたのか？それとも寒いだけか？お、ああ、どうとっても、メイジライトがまだついてるな。あ、些細な驚きですが。もう、新しい言葉を教えてくれるのな。ああ、またこれか。何をやってるって、ああ。おお、かっこいいな。見てるけど、効果が出ていないが。あっ、嬉しいね、なっていたか。これはまた恥ずかしい。ああ、また、なんか始まったな。さて、どこだな、このウェルウィンドスプリント。これも公式翻訳を見てこなくちゃ。はいはい、ドラゴンの魂が入りますと。試してみようかな。おお、早いな。クールダウンが良かったら、これは新たな走り方になれるわけがない。させてくれないようだ。ん？ああ、今度は見せてくれるのか。なんか地味な見た目だな。ああ、楽勝さ。よし、ほら、何の問題もない。Your quick mastery of a new thumb is astonishing. なんかすいません。I've heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. ありがとう。じゃあ次は。You are now ready for your last trial. おお、それは。Retrieve the horn of Jörgen Ankola. ダンジョン探検か。From his tomb.In the ancient fane of Ostia. まあ、ここでいろいろ説教されるよりはマシだ。もう、それでも質問だ。あ、ちょっと気になってるけど、グレイビルドは4人しかいないのか。パータナックス。ああ、実は僕の歴史を研究していた時、パータナックスのことは自分にネタバレしちゃった。ま、会ってみたいな、パルトナックスに。じゃあ、次の質問。シャウトはなぜ竜号なのか。
Dragons have always been able to shout. Language is intrinsic to their very being. There is no difference in the dragon tongue between debating and fighting. Shouting comes as naturally to a dragon as breathing or speaking. In mythic times, when mortal kind was in great need, the goddess Kinnereth granted us the ability to speak as dragons do. For most people, long years of training are required to learn even the simplest shout. But for you, the dragon speech is in your blood, and you learn it almost without effort. その、ケツビアクは、キネス様の仕業ですよね。Voice with it. なんか、スカイリムの主人公はどうやってドラゴンボーンになったのか、パロディ動画を見た覚えがある。ちょっと、ガサツでしたが。さて、ウステングラブ。僕も探検したことがないな。とにかくシャトはいろいろ学んできたから、もしかすると今でもアーサーマックスに会えるかも。痛い。ジーザーゴ、お前が粉末だからといって見せびらかすんじゃない。どうする、ここは。スロータイムを使ってみようか。いやもっとゆっくりしたシーンになる なるだけだ。あ、危ねえ。よし、なら、このフルパワーシャウトで風を凍ることができないか。ちょっと待ってくださいね。よし。イエス、サノス。ダメだ。氷じゃなかったら火ならどうだ。言葉があまり知らなくて自信がないけど、ほーら、やっぱり探検に行くぞ、ジェイサーゴ。いやー、当然に無理なことをやっちゃってすみませんでした、皆さん。おっと、早速敵だ。一匹、二匹、三匹。さすがサンダーボルト、仕事が早いな。ライトニングストームはまだ使う気があるけどな。見た目がかっこいいから。でも、しばらくはこんな風に戦ってみよう。なんだ、何がどうなってるんだ、そこ。俺はよく聞こえないけど、字幕使ったら何かわかるかも。よし。何か、おっと、ここで透明化のポーションがあったらいいな。でもありません。止まったのかな、あいつ。何をしに来た。相変わらず透明化のポジションがないと俺はスニーキングができない。
一人のメイジが言ったようなお前じゃないだろう。ああ、その声はドラウガーだ。できるだけ長く構成をしてもらいましょう。これはどんな状況だろうな。とりあえずチャージングを見せてあげようか。よし、次のお客さんどうぞ。しかし出てこないな。赤がゾンビが怖がってるわけねえだろう。まったく俺を一人ぼっちにしやがって。この呪文はちょっと使いにくいからタイミングが重要ですな。この野郎。大丈夫か、ジェイザーゴ。相変わらずサンドボットの方が使いやすい。ライニングストームのアップグレードのモードを作りたいけど、そんなことはチートとあまり変わらないんだな。秘密あるなよ。俺はな、何かのドラウガーを殺した記憶を破るつもりは全くありません。どうか殺らせてください。よーし、ほら、逃げた方が勝ちだ。少なくとも時間的にな。いやー、わかった。戦わなくてもお前を殺す方法はな。このポーションはまずい。もう一杯。死ぬ。ああ、またか。かかかい。キーを間違ったのか。